今週のレディオパンボンズはベストヒットアサミ読書編をお送りします。前回は私妖怪のお話をご紹介させていただいたんですけれども、はい、今回はね、神様をテーマにご紹介をさせていただこうと思います。はい、神様、日本の神様っていうと、まあ、アマテラス大御神に代表される神様のお話って言ったら、あれですよね、1300年前に編纂されました日本最古の書物になるの古事記。はい。はい。で、古事記って、みんなちゃんと読んだことがある人は少ないと思うんですけど、うん、私も読んだことはないんですけども、うん、でも、アマテラス大神が天の岩戸に隠れる、で、世界真っ暗になるお話とか、大国主の御事の稲葉の白うさぎのお話とか、うん、あとは、イザナギ、イザナミがこう、黄泉に下っていくお話とか、結構、お話としてはみんなどっかで聞いたことがあると思うんですよね。だからなんかすごく面白い本だなと思って、一回ちゃんとお話を全部読んでみたいなと思ったんですけども、やっぱり神様の漢字だけで並んでる、あの名前だけで挫折するんですよね。ちゃんとこう文字では読めなくて、で、わかりやすく漫画でなんかないかなと思って探した時に出会ったのがこれなんです。天地。ボールペンで書く古事記って、作者の河野文夫さんって、はい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 、この世界の片隅にの原作の方ですよね。うん、ですよね。うん、それに気がついたのもだいぶ後だったんですけど、でその方の書かれた古事記なんですが、私古事記ってなんかすごくおおらかで明るくてキラキラしているエネルギーを持ってるお話というか、まあ、本だなって思うんですよね。そのすごく日本が出来上がってくる時のエネルギーというかワクワク感というか、でこの人のこの漫画にはそれがすごく詰まっていて、大好きな絵柄のシーンがちょっと2つあるのでご紹介しようかなと思うんですけど、これ見えるかしら、日本が生まれてくる様子、北柱の神様がこう出会って、うん、この島が生まれて、あの島が生まれてって、わーってこう日本、秋津島が出来上がっていくっていう、それを描いているシーンなんですけど、なんか、それが私が古事記から受け取るエネルギーそのまんまみたいな、なんか神様が土地を生むって言われても、いまいちピンとこないじゃないですか。うん。うん。でもそれが、なんかこの絵を見てると、うわーってイメージが湧いてくるというか、なんかすごくいいなと思って、まずこのページがすごく気に入ったのと、はい、あともう一つね、ここからはちょっとあまり美しくないお話になるので、もしお食事中の方がいらっしゃったら、ちょっと一旦止めて、また紹介していただきたい。はい、分かりました。ということで、続けますけど、まあ、そう言ったら分かると思うんですけども、スサノオノミコトって言いますよね。ちょっと乱暴者なアマテラスの弟。はい、あの人がこう高天の原を追い出されて、もう放浪しているときに出会う食物の神様がいるんですよ。大月姫っていう女神様なんですけど、でその人はそのスサノオをもてなしてくれるんですけど、目からとか口から入ったものとか、あとお尻から出したものとか、そういうものでごちそうを作ってくれるんですよ。で当然大国主の御事はこんな汚いものは食べられるかって言って殺しちゃうんですよね、その女神様をね。で殺してしまったその頭からは蚕が生まれ、で目からは稲が生まれって、五穀がその女神の体からどんどん生まれてくるんですよ、その死体から。それをね、描いているシーンがあって、見えますか、こういう、はいはい、うん、飛び散ったらかってか、そうそう、うわーっていろいろ生まれていくって、その生命が循環していくような感じとか、そういうスケールの大きさをすごくこの絵から感じることができて、うん、私はこれでなんかこの漫画本当に読んでて面白くておすすめなんですけど、まだ続き買ってないんで1巻しかないんですけど、でもこれどこのお話を読んでもすごくイラストがいいので読みやすいです。うーん、古事記を学べると思います。かわいい感じが、そうそう、かわいい感じ、かわいい感じ、キャラクターがねすごく立っているので、うん、でもちゃんとこうお話は網羅できているのが
すごくこうイマジネーションが湧く絵なんですよね。それがすごくいいです、はい。で、それをちょっと保管するような形で、眠れなくなるほど面白い古事記って、これも、わかりやすい本だったんですけど、うん、これはちょっとイラストがあって、文字があって、なんかたまにこう、図解があってみたいな感じで、ちょっと参考書っぽい本かな。でも、これをなんか保管する形で読んで、合わせて読むとまた面白いですよ。で、眠れなくなるほど面白いって書いてありますが、まあさすがに寝ましたけども。でもね、これも分かりやすい本でした。本当にね、古事記ってさすがだなと思うんですけど、ものすごい種類いっぱいあるんですよね、本がね。それについて解説してる本もあるし、漫画で書いてる古事記ももうすごくいっぱいありました。だからご自分が好きなものを探されるといいかなと思いますが、私はこの2冊すごく読みやすかったです。やっぱちょっと難しいイメージありますもんね。そうですね、うん、そう。でもう名前だけで誰が誰か分からなくてくちゃくちゃしてきちゃったりするので、うんうん、でもね、本当にお話自体はすごく面白い話がいっぱいあるので、ぜひぜひ読んでみていただきたいですが、私も読んでいきたいと思います。そうですね。で、本はここまでなんですけど、もう一つ神様にちなんでご紹介したいものがあって、それがね、じゃん、これ日本の神様カードっていうゲームです。なんて言うんだろう、これ。んゲームではなく、ゲームじゃなくて、日本版タロットカードみたいな感じ。おお、なるほど、はい。タロットカードっていうと、いっぱい並べてこう位置を見てとかってちょっと解釈ができるんですけど、これはね、1枚引くだけです。こんな風にカードが何枚かわーって入っていて、はい、で49枚あるのかな。で、その中からこうえいって1枚引くだけの、だからもっとくじ引き感覚ですよね、うん、うん、すごく気楽に弾ける。だから、なんかね、毎朝1枚弾いて、その日の運勢はみたいなことをやってる人もいるみたいです。なんか、書いてあるんですか、運勢みたいなのが。ね、こういうね、ミニ冊子がついていて、はい、で、こう、引いたカードの意味を、こう、解説してるんですね。で、これが、イラストがね、すごくまた綺麗なんですけど、これ例えば、うん、表紙、天照大神です。あ、なるほど、うん、これが月読みの御事です。お月様の、はい。で、これが大国主とか、これが玉より姫とか、なんかね、イラストがね、すごく色が豊かで綺麗なんですよ。だから絵見てるだけでも楽しいんですけど、なんか気になることがあったら、ちょっとこれどうですかみたいな感じで1枚引く感じなんですね。で、私つい一番最近で引いたのが、この図コーヒーで働くかどうか、このカードではちょっと決めてみようって思って、私ね、今までね、飲食関係のお仕事本当にしたことないっていうか、避けてきてたんですよ。絶対合わないと思って、はい、オーダーとか絶対覚わらないし、なんかこう上手に運ぶのも難しいしとか思って、飲食関係苦手だろうなって思い込んでて、うん、ちょっと避けてきてたんですよね。だし、あそこのお店朝早いじゃないですか、7時からだから、うん、朝一で入ろうと思ったら6時半に入らなきゃいけなくて、うん、そうすると家を出るのが6時でしょ。で、私家でこうなんかいろいろやってから出ていきたいので、2時間前には起きたから4時起きなんですよ、そうすると。そんな寝るのが2時とか3時なのに4時起きってとか思って、本当にやっていけるかな、大丈夫かな私と思って、その時に、あのカード引いてみようと思ったんですよ、うん、で引こうと思ってこのカードを取り出してきて、箱から出したらパラッて1枚落ちちゃったので、まあそれを元に戻してまたよーく切って、うん、切って引いた1枚が、うん、さっき落としたカードだったんですよ。だから、これはね、いいと思って。で、しかも、引いたカードがね、これ。天狗。猿田彦さんって、さん、猿田彦の神様ってね、伊勢神宮のそばにも猿田彦神社ありますけど、道開きの神様なんですよ。はいはいはい、だから、こう、迷ってる人を導いてくれる人みたいな、うん、もうこれ出たらやるしかないでしょうと思って。例えば、それだと、その本には何が書いてあるんですか？
いい質問をしてくださいました。まさにそれを今話そうと思っていたんですが、まずね、ここにこうちょっとメッセージ、概要みたいなメッセージがちょっと細く書いてあるんですけど、ちょっと読みますね。風のように走り、足の裏を感じよ。私はあなたが進むべき方向に風を吹かせよう。あなたの体の中にも風が流れているのだ。今迷いを捨て直感を信じる時が来ている。体は知っている。頭で考えず、とりあえず体に聞いて最初の一歩を踏み出しなさい。もう行きなさいって言ってるわけじゃないですか。で、これで、あ、もう、はい、お告げに従いますと思って、やらせていただきたいですってお願いをしたんですけど、うん、これで違うカード出てたら、ちょっと違う結果になってたかもしれない。でも、基本的になんか、こういう感じですごく前向きなことを言ってくれるカードで、すごくすごくこう、背中を後、押してくれる感じがあるので、でね、不思議なことにね、こう、答えに迷う質問の内容が具体的であればあるほど、なんかこう、よりしっくり刺さってくる。なんか、お告げの、お告げというか、その、来るメッセージも具体的に思えるし、なんかぼやーっと、私の将来どんな感じですかね的な聞き方をすると、やっぱりなんかこう、ざっくりした大きな視野の答えが返ってくるみたいな、そんな感覚があります。すごくね、いっぱいメッセージ書いてあるんですけど、私はもう、ざーっと読んで、一個二個その時の自分に引っかかってくるものが多分自分が今欲しい答えだろうと思って、熟読はしないで、その覚えてるものだけに従おうと思って使ってますけども、これね、なんか私が今持ってるこのカードはちょっと大きいバージョンなんですよ、手に対して。うん、こうトランプよりは大きいんですよね。でも実際にトランプぐらいの大きさのカードもあるらしいので、そっちの方は使いやすいみたいです。で、ただこの解説がね、大きい方がしっかり載ってるらしいので、それで私はこの大きいのを選んだんですけど、教えてくれた人はもうずっとこれ何年も使ってる人で、友達なんですけど、で彼女もでももう何年も使ってるのに、アマテラス大神は1回しか引いたことがないんですってそうなんだ。でそれが何の時だっていうと、自分が妊娠して子供が生まれるときに、なんかすごく不安になって、私はもうこの先やっていけるだろうかって、本当になんかちょっとノイローゼになっちゃうぐらい思い詰めてたときに、これを引いてアマテラス大神が出て、あーもう大丈夫って、なんかそれで安心できたって言ってました。だからまあこういうのもね、占いなのでね、あんまりのめり込んでもあれなんですけど、ちょっとしたことがなんか知りたいときとか、私はこれ楽しいので、もう絵見てるだけでも楽しいので、やってみてください。アンベちゃんがね、今ここにいたらちょっと一枚引いてみてってやれるのにな。本当ですね。今度ぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、はい、ということで今日はちょっと本と漫画とカードをご紹介してみました。楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。